どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日那須理恵さんと語る、はい、那須理恵さんが語る、ちらとすらは語りきではないんですが、はい、那須理恵さんがと一緒に水道法改悪は問題だという話をします。はい、はい、水道法の一部を改正する法律案、はい、衆議院では残念ながら、可決をして参議院に来ています。もう来てるんですね。ところが、はい、今国会は、まあ、今参議院の厚生労働委員会は、健康増進法改正法案、タバコのことの受動規制をやっているんで、はい、もう20日まで22ですが、実質的には20日までしか国会がないので、はい、来週の火木しかもうないんですよね。そうなんですか。じゃあまだ水道法についての議論は始まってないですね。そう、本会議にもかかってないんです。そうなんですか。はい、ですから、ま、あの非常に緊迫した状況で、この国会は一寸先は闇であり、はい、一寸先は光なんですが、はい、まあ、今日の時点ではなかなか今国会成立は難しくなったかな。しかしこの法律は一度廃案になって今かかっているので、はい、ぜひ水道法の改悪法は問題だということをキャンペーン張ってですね、皆さんにも知ってもらいたいですよね。命の水を守ろうと、はい、だってあの水って災害の時にも最大ですよね。そうだ、飲まないわけにはいきませんから。電気よりもガスよりも、うん、もちろん重要ですが、はい、やっぱり水なんですよね。そうですね。命の水、はい、命の水を売り飛ばすな。そうですね。はい、でこれどういう問題があるか、水道法をね改正するっていうことなんですが、うん、そもそも今水道にはいくつかの課題があって、うん、この課題をあたかもこの水道法改正によって解決できるかのように言ってるんですけど、うん、実はそうなってない。そうですね。でしかも法律を改正してしまうと、実は民間の事業者、まあ、よくね、はい、水メジャーなんていうグローバル企業もありますけれども、そういう企業が実は議会の関与もなく、簡単に水という事業に参入できてしまう可能性が出てきてるんですね。そうですね。でしかもですね、水を民間企業が運営するっていうことで、いやいいんじゃないの、うまくいくんじゃないって思うと、うん、実はその、補助金を、うん、民間企業に支給できるようにしたり、うん、あるいはその、土地であったりとか水道の施設なんかの所有権は自治体に残したままなので、それなのに補助金を民間事業者にあげるみたいな形になりますから、民間事業者は、まあ、いとも簡単に利益を上げやすくできるような構図になっていて、うん、これはもう水メジャーに、まあ、水道、私たちの飲み水でお金儲けをしたい放題させちゃうような、うん、あの法改正になっているので、ぜひね中身についても知っていただきたいなと思います。うん、だからまあ、私は抗議の目で民営化だと思うんですよ。はいはい、でこの民営化といっても、はい、所有権は自治体が持っていて、水は自治体ですからね、はいはい、自治体が持っていて、はい、そして管理運営権を民間に、そうなんです、任せると。そうなんです。でもそうすると、はい、いいとこ取りですよね。そうなんです。これコンセッションっていうふうになんかちょっと横文字でかっこいいので、なんかいいかなって。でしかも民営化じゃないしとか言われちゃってるんですけど、民営化ですよね。そうな、民営化なんですよ。だから民間企業が水道という事業を運営することによって、利益を上げられる、お金儲けができちゃうんです。今の水道事業だと、事業主は、自治体なんですね。はい、だから水道事業を行うことによってお金儲けはしてないわけなんです。ところが、このコンセッションをする事業者というのは、かかった費用に利益率をかけて、それを水道料金で私たちに請求しますから、私たちは、水道を作る、水道にかかった費用にプラスして企業の利益分までこれから水道料金の中で払わなくちゃいけないことになっちゃうんですね。そうですよね。つまり民間は、あ、ごめんなさい、今まで自治体がやってるんだとしたら、はい、まあ、それは自治体の税金なわけだけれど、はいはい、民間は金儲けにならない事業をやるわけがないわけだから、管理運営して、だから料金が絶対に高くなりますよね。そうなんです。そして私は、まあ、実際あの公公共サービスであれば、はい、一応ちゃんと水道管補強しましょうとかなるのだけれども、はいはい、私はこれ民間が運営管理主体ってしても丸投げして切り売りしてしまったら、まあ、やっぱりそのお金のかかるところにはお金をかけないっていうふうになると思いますよね。そういう可能性はありますね。うん、だから、コストを減らせば利益が大きくなる構図なので、そういう意味での管理運営費を削減するっていうことや、きちんと、維持
補修をしないっていう可能性もあるんですね。でもう一つの心配は、そこの部分を補助金を出せるように法改正するので、うん、水道料金には影響しないんですけれども、私たちはそれ以外に税金で莫大なその水道の改修費みたいなものを負担する可能性があって、うん、中身が見えにくくなっちゃうんです。でね、私今年の2月にフランスのパリ市の元副市長のアン・ル・ストラさんっていう方にお会いしたんです。でこれはどうしてかっていうと、フランスでは水道を一旦民営化したんですけれども、それを再公営化、公に戻してるんですね、はい、でそれについて何ていうふうにフランスのパリ市の元副市長さんはおっしゃってるかっていうと、民営化になるとまず経営内容が不透明になるって、うん、だから企業が利益率を一体どのぐらいで運営しているのかっていうのがわからないんです。でも確かに議会で質問すると、公だったらガンガンだけれど、民間でやると民民の関係とか契約書を出せと言っても、その先の契約書、そうなんですよ、民民とか同意取らなければなりませんとか、そうなんです、民間の競争原理があって言えませんとか、わけのわかんないこと言われちゃうんですよね。民間のノウハウとか言われちゃうんですね。やっぱりあの、元副市長の方がおっしゃってたのが、うん、実際に運営している時の利益率がちょっと正確なこと覚えてないんですけど、例えば 5% とか 7% とかって言っていたのが、はい、実際に再公営化されて点検してみたら、点検しただけなので実際のその企業の財務諸表まで細かく見れられてないんだと思うんですけど、ただ 10% 超えてたんじゃないかっていうふうに言うわけですよ。だから企業はこのぐらいしか儲けてませんよって言っても、実際にはもっと儲ける可能性もあるので、そういう意味でもすごくね、やっぱり民営化っていうことは心配ですし、私たちの払う水道料金の中に企業の儲けが入っちゃうっていうのは良くないんじゃないかなと思いますね。そうですね、うん、世界で、まあ、この、水の民営化をしたところはどこもまあ失敗をしたと、とりわけ、まあ、いわゆる発展途上国も多いですよね、失敗をしたと、はい、イギリス、そして、まさにフランスですよね、パリですよね、はい、で、水道料金が上がったことと、はい、イギリスなどもその水質が問題になったという報道がありますよね、あと、まあ、施設がちゃんと維持管理ができないっていうような問題もあります、うん、でそこを、ですからさっきも繰り返しになるんですけれども、日本の場合には補助金をたくさん入れるということになるので、いやいいんじゃないのと、維持も管理もちゃんとされてるんじゃないのって思うと、実は私たちの税金で莫大な維持管理費も負担しながら水道料金もダブルで払うみたいなことも起きかねないわけですね、うん、でこういった内容について、じゃあ議会で きちんとチェックできるかって話なんですけれども、はい、民間の事業者の経営内容についてはなかなか情報公開しても出てこないっていうのがあるので、うん、本当に経営的に効率になってるかどうかっていうのをチェックのしようがないっていう問題も出てきてるんですね。そうですね。で今国会で PFI の改正法案ができたと、安倍総理は方針演説でもこの PFI に関して非常に胸を張って PFI 法のって言ったんですが、はい、で先にこの法律は成立をしています、はい、だから料金などの認可に関して規制緩和になりましたよね、はい、で実はこの PFI 法の改正と仮に水道法の改正が行われると実はすごく恐ろしくて、今だったら仮に水道を PFI でやったとしても議会の議決が必要なんです。だから東京都に住んでいる皆さんだったら、東京都の水道を民営化するにあたっては都議会での議決が必要になるので、都議会の中で反対をすれば止められるんですね。ところが PFI 法の改正によって、うん、実はこの、まあ、解約ですけどね、そう解約ですね、本当に議決が不要になっちゃったんですよ、うん、だから PFI にする場合には、自治体の首長、だから行政が決められるんです、うん、で、場合によってはその首長がやはり PFI は良くないなって思ったとしても、なんと内閣総理大臣が調査助言勧告できちゃうんです、うん、だからこうやって迷っててもどうしようかな、やっぱり良くないんじゃないかな、やめようかなって思っていると、内閣総理大臣がちゃんと調べなさいっていうわけですね、総理のご意向が働いちゃって、そうすると気の弱い首長さんとかだと、ああじゃあもうやろうかなってな、でもちょっと頑張る首長さんがいたとしても助言やった方がいいんじゃないですかって言われると、これでもうこうね、びっくりしちゃう首長さんだともうやっちゃうかもしれない、でもそれでも頑張ってると今度は勧告ですよ、やるべきだっていうふうに内閣総理大臣が言ってしまうと、
そこでじゃあ全国の、ね、自治体の首長さんのうちのどれだけの方たちが、うん、頑張れるか、ね、頑張れるか、総理のご意向に反すると補助金がいろんなところでしっぺなしを受けるかもと知れないですよ ね。だからそういう意味ですごく水道の法律の改正改悪っていうのはPFI 法の改悪とセットになると、うん、限りなく住民の声が届かなくて内閣総理大臣主導で水の言ってみれば、まあ、グローバル水メジャーに売り渡すみたいな、水メジャーが、私たちの水で儲けたいだけ儲けるみたいなことができる可能性がすごく大きいんですよね、うん、でやっぱりその民営化、まあ、この場合はコンセッションっていう名の所有権は自治体、はい、そして管理運営権を民間が持つと、はい、で私はいつもこれ思うんですが、はい、公共サービスって倒産できないじゃないですか、はいはいはい、ところが民間で儲けなくなったらさよならって言えるんですよね、はい、だから、まあ、カジノ今博打法案で、はい、じゃあ自治体が全然お客も来ないしもう5年10年経ってもしゃべれちゃったって言って撤退したらどうなるかって議論もある、はい、私の故郷の宮崎はリゾート法第1号で法律を作って松林を切って、はい、そして波の子を打つプールを逆に人工的に作ったんですね、はい、初めは流行ってたんですが、はい、私も行きましたがしかしもうなくなっちゃってるんですよね、ええ、何が言いたいかというと民間管理運営民間って、はい、結局儲からなかったらもうさようならってなっちゃいますよ ね、はい、そうなった時に一体どうなるかとか ね、で実際蓋を開けてみたら水道管ってもう災害の時にもそうですがやっぱりメンテナンスをちゃんとやらなくちゃいけないっていう問題がありますよね、まあ、水質に大きく影響しますし、うん、場合によっては漏水という形でせっかくできた水道なのにダダ漏れ状態で各家庭には供給できないという可能性もあるんですね、うん、で私たちがやっぱり知らなくちゃいけないのが実は水道の施設っていうのも今老朽化をしていて、はい、更新の時期を迎えてるんですよ、うん、で総資産で126兆円というふうにも言われてるんですが、うん、これを民間に任せて民間がどこまで責任を持ってやるのかっていうのもまた心配なわけですよ、うん、そうですね。で126兆円のインフラをじゃあ民間は何兆円利益を乗せてこれを更新するかっていうのもあるわけですね、うん、10% なのか 15% なのか 20% なのか利益を乗せれば乗せるほど私たちはその分を水道料金と税金で負担をしなくてはならなくなりますから仮にこれが負担ができなくなれば民間は儲けたいだけ儲けて水戸さんがおっしゃったように撤退してしまうかもしれないわけですね、うん、そうすると私たちの前に残るのはボロボロの水道の施設だけでさあどうしましょうということで、うん、一旦民間に与えてしまったノウハウを自治体はもう知ることができないのでそれを引き継ぐことが最高齢化できるかというリスクもありますから、うん、やはりそういう意味でもこの、民営化法っていうのはもっときちんと議論をした上で慎重に取り扱うべきですし、やはり内容を見るともう本当に企業の利益にはなるけれども私たちにとっては不安ばっかりっていうことになりますね。だからいろんなところの熊本での地震やいろんな時に本当に思うし東日本大震災の時もそうなんですが、はい、もちろん民間で頑張ってるところもたくさんあるんですが、はい、やっぱり技術の伝承と技能っていうのがあって、はいはい、あれってすごくベテランの人、まあ、あの時 OBG の人が頑張ったんですが、はい、水道管を地面の上からトントントンってやるとか、どういう状況かっていう音とかいろんなもので、はい、どういうだって全部掘るわけにいかないわけで、どういう状況かっていうやっぱりノウハウとか技術の伝承がとっても大事なんだけど、はい、それがぶった切られて、はい、で切れ切れになってしまうっていうのも問題だから、ね、今一旦その民営化したところで再公営化が起きている世界ではそうです ね、 そうですね、はい、だからそれは少しでもまだマシなうちにもっと立て直そうと、はい、で水が本当に公共サービスとして水道の蛇口をひねれば水が出ると、はい、で本当に美味しいねで安心だね、はい、そして水が安全な水が飲めるねっていうことそのものが奪われたら大変なことになりますよ ね、はい、そうですね。だから思いませんか、はい、国会では種子法の廃止法、はい、それから、この水道法の改悪法、はい、それから TPP と TPP11 など、はい、でもカジノ法案もそうだと思うんですが、はい、なんか外資系のためにやってるというで成長戦略でやってるんですよね、まあ、アベノミクスはもう外国投資家のため外国資本のための経済政策ですから、ね、言ってみればそのグロ
ローバル投資家をいかに儲けさせてあげるかっていう経済政策をやっていると思えば、うん、まあなんかさもありなっていう形も感じもしますけれども、ね、水を売り飛ばすなと。そうですね、水を売り飛ばすな、これはとても大事で、はい、生きとし生けるものの根本が水なので、はい、これをとにかく売り飛ばすなと、はい、外資系に売り飛ばすな。そうですね、ぜひ、今ちょっと国会で他の法案を審議中ということなので、このことについてみんなでちゃんと勉強して知ってですね、なんとか、廃案にさせたいですね。そうですね。で、この法律などがやっぱりきちっとメンテナンスすることは、はい、私たちもコストを払おうよとか、はい、こういう技術やそういうこともちゃんと応援しようよとならないといけないですね。そうですね。私でも今度大阪の地震でこの水道法の改正法案が突如衆議院で出てきた時、はいはい、ショックドクトリン、ナオム・キャンベル、はい、つまり火事場泥棒的新自由主義、はい、なんか災害があった時にどさくさに紛れて、はい、なんかやっちゃえみたいな、それを感じましたよね。そうですね、そうだと嫌がおろしません。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。今日はどうもありがとうございました。